はい、こんにちは、マロです。まあ、僕は過去にですね、 iPhone のケースのね、動画をたくさんレビューさせていただいてるんですけども、今回はですね、その中で一番人気のケースを紹介したいと思います。それがこちらなんですけども、はい、ハミーアイフェイスリフレクションでございます。まあ、このアイフェイスシリーズはですね、まあ、僕だけじゃなく、まあ、世の中でもね、まあ、非常に人気なケースで、特にですね、デザインがポップでカラフルなので、あの若い世代の方に非常に人気の高いケースシリーズですね。で、このリフレクションシリーズというのは背面が強化ガラスで作られたケースでございます。このカラフルな側面と、まあ、透明感のあるガラスで iPhone のデザインも、まあ、しっかり楽しめるということなんですね。まあ、これがですね、うちのチャンネルでも、まあ、紹介するとですね、結構再生数が伸びて、まあ、それに味を占めてですね、毎年レビューさせていただいております。まあ、見た目はね、可愛いんですけど、非常にね、下水気持ちで紹介させていただいております。特にですね、今回この iPhone 14 Pro めちゃくちゃかっこいいです。僕はね、スペースブラックを選んだんですけども、もうかっこよすぎ。やっぱりね、大人の男は黙って、 iPhone もコーヒーもブラックですよ。まあ、僕ブラックコーヒー飲めませんけど、まあ、今回ですね、この iPhone 14 Pro のスペースブラックはあまりにもかっこよすぎるので、この可愛らしいですね、 iFace のリフレクションでね、デコっちゃったらちょうどいいね、塩梅になるんじゃないかなと思います。というわけで早速装着していきましょう。いやー、でもね、電車なんか乗っててもこの iFace シリーズ使ってる人ね、ほんと多いですよ。まあ、結構年配って言ったら失礼なんですけど、僕みたいにね、まあ30代とか、まあ、40代の方はですね、手帳ケースとかをね、愛用されてる方も非常に多いんですけど、若い子はね、 iFace の使用率めちゃくちゃ高いですよ。だからですね、僕もこの iFace を使うと、まあ、ちょっとね、若くなるんじゃないかなと無駄な希望をね、抱いておりますけども。はい、こちらがケース本体でございます。ケース自体はですね、この背面のガラス、透明感も非常に良くてですね、木目もしっかり映ってるでしょ、全く阻害してないくらいね、透過度が高いんですけど、まあ、この縁が特徴ですよね、 iFace は、まあ、かなり極太のね、縁になっていて、特に角部分なんかはね、まあ、ぶつけても全然大丈夫なくらい厚くなってます。この上部やこの下の部分、ここの厚さっていうのも半端ないですね。だから正直ですね、つけると大きさの感覚はちょっと変わってしまいます。ただ我々がよく握るこの真ん中の部分、側面の真ん中の部分ですね、ここはね、意外と薄く作られているので、この印象ほどですね、ごつくなったような感じはしません。まあ実際使うと、あれ、こんなもんかっていう感じですよ。そしてケースの縁の裏側部分、ここがですね、ハニカム構造と、特に角部分にはですね、あのエアポケットも設けられていて、 iPhone のね、デザインを楽しめるだけじゃなく、めちゃくちゃね、衝撃に強いケースになっております。ですから、アウトドアみたいなハードなシーンでもですね、活用できるケースになっております。デザインと耐久性、この2つが iFace リフレクションの特徴じゃないですかね。それではね、装着してみたいと思います。TPU 自体がね、そんなに硬くないので、まあ、バチッとね、はい、このようにはまりました。はい、正面から見るとこんな感じですね。おー、まあでもね、この側面が結構分厚いので、 iPhone もですね、フルディスプレイになって、まあ、ベゼルなんかもね、非常に薄くなったんですけど、なんかちょっと一昔前のスマホみたいな感じもしますよね。なんかこの縁がさ、ちょっとベゼルに見えちゃって、なんか少しね、レトロな感じも醸し出します。で、背面見るとこんな感じですね。ガラスなんでね、ちょっと指紋はどうしても目立っちゃいますね。はい、指紋を拭き取るとこんな感じです。この iFace リフレクションシリーズね、あの縁のカラーもね、結構豊富なんですけど、まあ、今回ですね、僕赤を選びました。まあ、黒系の色と赤のコントラストっていうのが、あの僕すっごく大好きなので、まあ、スペースブラックとね、ブラックとついてるんですけど、まあ、背面はちょっとグレー系なんでね、もうちょっと深いね、ブラックカラーだったら、この赤との相性ももっと良かったんじゃないかなと、もっとね、コントラストを楽しめたんじゃないかなと思います。ちょっとグレーと赤はあんまり印象良くないですね。もっとね、ダーク系のカラーの方が良かったんじゃないかなと思います。それでは細部ね、見ていきましょう。まずね、僕が気になるボタンの押し心地なんですけど、これはね、 TPU 分厚くても非常に押し心地軽快です。カチッカチッとね、手にいいフィードバックも伝わってきます。ボタンは押しにくいことは全然ないですね。はい、反対側の音量ボタンも同じく押しやすいです。そしてこの溝ね、溝が結構深いよね。手軽にこう片手でっていうのはなかなか難しくて、まあ、どれかの指をですね、グッと押し込まないと、まあ操作できない感じですね。開口部分はね、斜めに広く作られているので、大人の男の指でもね、すっと入ることはできるんですけども、かなりね、深い設計にはなっております。
まあ、操作しにくいっていうわけではないですね。で、角と上部なんですけれども、分かります？この肉厚感、こうやってね叩きつけてもね、本体に衝撃ね伝わってる感じ全然しませんよ。めちゃくちゃ防御力は高いですよ。なんかねゴムマリみたい。そしてスピーカー部分ですね。スピーカー部分もライトニングが遠い遠い、すっごいでしょこの距離感。スピーカーホールと気圧の穴はですね、このように左右均等に切り替えたデザインになってます。この穴は深いんですけどね、ライトニングなんかは簡単につけれますよ。でこの開口部分が広いので、他社のライトニングでも全然問題ないですね。そしてカメラの部分ですね、実はこの背面ガラス、この土台部分よりも若干低くなってるんですよ。だからこのガラスの背面よりもこのレンズの方が飛び出た設計になってるんですよね。ただですね、このケースの縁、わかります？縁の角部分のこの高さ、この背面部分からこの縁の高さ、ここがですね、このカメラレンズよりも高く設計されておりまして、この4点で支えることによって、まあ、レンズがね、地面に接しないような設計になっています。こうやって置いてゲームされる方もいらっしゃるかもしれないんですが、ガタガタは全然しない。このカメラ周りには縁がなくて、この4点で支えてるから。とまあですね、この縁が非常に特徴的なのがこの iFace リフレクションシリーズのまあポイントじゃないかなと思います。そしてディスプレイの縁もですね、同じく今ガラスフィルムを貼ってるんですけども、この真ん中の部分が若干高くて、でこの端の部分がかなりね高い設計になってます。ですからディスプレイ側も基本的にはこの4点で支える仕組みになっておりまして、ですからこうやってディスプレイ側をねガツンと置いても、ディスプレイがね直接デスクに擦れたりしないような設計になっております。で肝心の握り心地なんですけども、握り心地ね結構いいんですよ。で先ほども言いました通り、この僕らがよく握る部分、ここはですね比較的薄く作られてますので、実際こうやって操作するときもそこまでね操作しにくいっていうわけではないんですよね。この 6.1 インチの iPhone でも結構上の方の項目にもですね、まあ、指はしっかり届くような感じになってます。ちょっと頑張ればこのダイナミックアイランドのところにも届きますね。まあ、こういうとこ持つとねさすがにごっついなって感じるんですけど、すごい肉厚感をね感じます。ですからこの真ん中の部分がすごくくびれてるんですよね。セクシーな形状してるんですよね。まるで女性のねウエストのような感じで、ほんと舐め回したいですよ。この S 字ラインが特徴的な iFace シリーズでございます。そして Apple マークの真下にですね iFace のロゴが入っております。まあ、そんなにね主張も強くないロゴなので、まあ、気になることはそんなにないですけどね。まあ、ひょっとしたらねロゴがない方がいいっていう方もいらっしゃるかもしれません。そしてディスプレイに向かって左側にですねストラップホールが搭載されてます。まあ、指に引っ掛けるリングなどをね、つけたい方にとっては嬉しいポイントです。どうですか、あれだけかっこよかった iPhone 14 Pro がこんなポップな印象になってしまいましたよ。まあ、ちょっとね背面のグレーと赤のね組み合わせは、まあ、自分でも微妙かなと思うんですけど、まあ、これはね僕のセンスと想像力がなかったということで申し訳ないんですけど、この iFace シリーズはですね握り心地非常に重視してますので、この側面にかなりね丸みがあるんですけど、まあ、僕はですねこのカクカクしたデザイン非常に気に入っているんですが、これがね持ちにくいという方も中にはいらっしゃると思うんですよ。まあ、そこを改善したいっていう方にとっても非常にいいケースじゃないかなと思います。なんだかんだ握りやすさっていうのはね確かに丸みのある方がいいと。まあですね iFace リフレクションシリーズ非常に可愛らしくてですね、まあ、iPhone のデザインもしっかり楽しめる楽しいねケースにはなっているんですが、注意するポイントもございます。まずはですね外すときに注意が必要。この背面ガラスはですね高度 QH のね丈夫なガラスが使われているんですが、ですからねこういった刃物なんかで削っても全然ね傷が入ったりはしないんですけど、で僕自身が割ったことはないんですが、ケースを外すときに割れたっていうねコメントをちょこちょこいただきまして、ですから外すときはこの角部分を一つ一つ丁寧にすっとめくり上げて、この背面のガラスに曲がるような負担をかけないように、まあ、慎重にですね取り外してください。傷には強いんだけどやっぱりガラス自体が薄いんでね、で TPU にも柔軟性がありますので、あまりねこう曲がるような圧だとか負担がかかるとパキッとねいっちゃう可能性もあります。まあ、それで怪我しないようにねそこだけ十分に気をつけてください。あとはですね最初にも言いました通り薄型軽量のケースではないので、残念ながらですねはい 42.5g と重量はそれなりにあります。
こちらですね、先日紹介したニマソの、ね、ケースなんですけども、これがね一般的な 6.1 インチの、ケースの重量じゃないでしょうか。これがですね 26.5 グラムと比較すると非常に重たいです。今ガラスフィルムとねアイフェイスのケースを装着してるんですけども、全部含めると、258グラム、もうプロマックスの重量を大きく超えてますね。そしてもう一つ、アイフェイスのケースは結構ねガラスフィルムに干渉しやすい場合があります。っていうのがですね、この縁がですねディスプレイの結構内側までね包み込むような設計になってるんですよ。ですからガラスフィルムによっては干渉するものもあると思う。ただ今回僕が使用しているガラスフィルムは全然大丈夫です。こちらはですね OA プロダのガラスフィルムを今回使用してるんですけども、この縁とねガラスフィルムの隙間がもう一切なくてですね、超ぴったりっていう感じです。ニマソも OA プロダもですねちょっとだけねディスプレイよりも小さいガラスフィルムの設計になっておりまして、ケースに干渉しにくいっていうところも売りなんですよ。ですからガラスフィルムはね OA プロダニマソを選んでおけば、間違いないかなと思います。もう一つなんですけども、一応ですねワイヤレス充電には対応しているんですが、マグセーフ充電には対応しておりません。このように、ね、充電自体はできるんですけども、磁力めちゃくちゃ弱いですよね。だからマグセーフ関連のアクセサリーは、使用できないと、スタンドなりあのバッテリーなりね、背面自体は縁と比べるとめちゃくちゃ薄いのでワイヤレス充電は可能。ただマグセーフは正式には対応してない。この辺もね iPhone12 以降ケース選びの大きなポイントになってますので、その辺もねぜひ参考にして選んでいただきたいなと思います。少しだけね磁力はあるんですけど、もう iPhone を持ち上げられないくらい弱いです。はい、前作のね 13Pro Max と並べてみるとこんな感じ。あーやっぱりねこっちのブルーはねすっげー相性いいなって思うんですけど、グレーと赤はちょっと微妙だな。もうちょっとねダーティーではないな、ダークなね、カラーの縁のモデルの方がちょっとあったんじゃないかなと思います。いやーでもね相変わらず可愛らしい。やっぱりね新しい iPhone 買ったらしばらくはねこの背面のリンゴマークしっかり拝みたいですよ。というわけでね、こちら iFace リフレクションシリーズ、僕のね iPhone14Pro 用が3520円と、割かしねケースの中では高額な部類なんですが、握りやすさをね重視したい人には非常におすすめできるケースとなっております。僕みたいなねおっさんはちょっとねポップすぎるような印象なんですけども、若い方だったらね非常に楽しんで使っていただけるケースじゃないかなと思います。またリンクをね概要欄に貼ってますので、気になる方一度チェックしてみてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた、バイオッツ。